痩せ体質を作る3ステップをお伝えします。あなたはこんなことないですか？例えば、お友達たちと、もしくはその会社の方々とお食事会に行ってみた、そこでもうどう見ても明らかに自分よりもものすごく食べているのに、なんでこの人痩せてるんだろうって、そんな痩せ体質の方周りにいらっしゃいませんか？そしてこうふとこう自分を振り返ってみると、なんでそこまで食べてないのに太ってるんだろう。そういえば自分のお母さんも、そのまたおばあちゃんも、こう先祖代々太ってる体質だな、太ってる家系だな、やっぱり私が太っている原因は遺伝、もう家系の要素が大きいせいかもしれないと、まあ、こう痩せることを諦めてしまいがち、そこでこの動画をご覧いただきますと、もちろんその遺伝的な要因で、まあ、太る体質あります。ただ逆にあなたの環境的な要因を変えてあげることができれば、あなたは痩せ体質をご自分でコントロール作ることができるんです。その方法を今から3ステップでお伝えしていきます。さあ、それではまず1つ目、痩せ体質のステップ1、腸内環境の改善なんです。もうここはベースです。あなたの腸内環境が悪いと、その脂肪を溜め込んでしまう体質にもう変わってしまっているわけですから、そこはやはりしっかりとこのステップを踏んで改善してあげることが必要なんです。でその方法です。まずはその腸内細菌の中に、その善玉菌といわれる、別名痩せ菌というですね、このやはり善玉菌の数を増やしてあげることが必要なんですよね。そこでその増やす食べ物、善玉菌をこう含む食べ物が発酵食品なんです。でこの発酵食品というのは特に難しいことないんですよ。例えば代表的なのは味噌汁であったり、納豆、キムチ、それからぬか漬けとかですね、ヨーグルトもそうですよね。そういった発酵食品をしっかり、もう毎日の日々の食事のルーティンで必ず入れることをすれば、あなたの中で痩せ菌が増えてくれるわけです。で次に、その増えた痩せ菌が好む餌があるんですね。それがこの2番目、水溶性食物繊維なんです。例えば、まあ、ネバネバ系食品が代表的なので、まあ、海藻系、わかめだったり昆布であったり、またオクラや里芋とかですね、こういったものをしっかり摂ることで、その増やしてあげた善玉菌、痩せ菌がこうどんどん元気になってくれるんですね。でステップ次3つ、オリゴ糖です。でこのオリゴ糖を摂ってあげることで、その痩せ菌がですね、いつまでもあなたの腸内で心地よく、こう居心地よくいてくれるわけなんです。でオリゴ糖を含むのは、まあ、お野菜系ですね、まあ、玉ねぎであったり、まあ、蜂蜜もそうです。そういったものをしっかり摂ってあげることがポイントです。で最後にその4つ目、 EPA DHA、 これは良質の油オイルですよね。やはりすごく必要な栄養なんです。でそこでおすすめは、まあ、オリーブオイルですとか、まあ、この油に関して言いますと、まあ、青魚ですよね。それから甘煮油とかも、その中に入ります。で甘煮は、まあ、そのままかけて召し上がっていただく油なので、私はもう本当はお味噌汁にちょろっと垂らしたり、納豆にちょっとタレに混ぜたりとか、もうとにかくちょい足しでおちょこちょこ入れて美味しく食べています。なかなかこれだけ取るって難しいので、何かに混ぜて食べるというのがおすすめですね。そして、まあ、プラスその腸内環境を整えるためには、この4つの食材プラス、日頃もそのベースはやはり和食ですね。その時にこちら、孫は優しいの頭文字の食事を常にチェックしていただいて、今日1日とるトータルのお食事の中でこの食材入ってるかなってチェックしてみてください。例えば、まあですね、まあは、豆類です。お味噌や納豆、大豆など。で、ごうは、ごまですよ。ナッツとか種類です。そして、まあ、ごわのわは、まあ、わかめ。まあ、要は海藻系ですよね。そして、やはお野菜です。旬のものを召し上がってください。優しいの、さは魚ですよね。イワシであったり、アジであったり、小魚もおすすめです。しは椎茸。まあ、代表的なしめじとかですね。要はキノコ類です。
で最後の胃は芋類です。まあ、じゃがいもであったりさつま芋であったりお芋ですよね。こういった食材を摂ってあげることであなたの腸内環境は改善されますから、痩せ体質のステップ1はこれでクリアなわけです。では次ステップ2いきましょう。基礎代謝を上げることなんですね。いくら腸内環境が良くてもいいものを召し上がってもその摂ったカロリーをエネルギーに変える力が低ければダメなわけです。そこでその代謝と言われるその内訳なんですけれども、ちょっと変えますね。よく代謝代謝ってね言いますよね。私が太っているのは代謝が落ちたせいだとかね、もちろんそうなんですよ。代謝が落ちているから太ってしまう。そこで代謝というのは内訳があって、ここポイントですよ。代謝のうち約7割が基礎代謝と呼ばれるものなんです。で、この基礎代謝というのは何かというと、たとえあなたが休んでいても横になってても何もしなくても勝手にその熱量ですね、エネルギーに変えてくれて量を燃やしてくれるその力があるのが一番やっぱ基礎代謝と呼ばれるものなんですね。で、この他にも約2割がこの2番、生活の活動代謝と呼ばれるもの、要は運動です。例えば普通にこう生活してると動きますよね。掃除機をかけたり歩いたり、まさにこうトレーニングもそうですけれども、その運動によるその代謝の割合は全体のたった2割です。大事なんですけれども割合は低いということですね。で、最後たったの 10%、 これは何かと言いますと、食事誘導性熱産性代謝、ちょっとなんだこれですけどね要は食べることで熱を生むっていう、その時にやっぱエネルギー使うんですね。例えば過去私ですね、その今はこう体にいいものですね、喜ぶものを食べると本当こうふーって汗かくぐらい、この3番の先ほどのその食べることで行うその代謝すごく高いんです。もうすぐ汗かきます、食べてたら。でも昔はですね、本当に体が喜ばないもの、甘いお菓子、体を冷やすようなそのパンであったり冷たいものであったり、またシリアル系でパッと済ませるとかも、とにかく簡単で手軽なものばっかり食べた時は全く汗かかなかったんですよ。もうどんなに暑い日に食べてようと、もう一つも汗かかず、もうプルーンとしたですね、もう涼しげな顔で食べてたんですよ。今とも真逆です。で、ちなみに余談ですが、今私のですね、主人と付き合ってる時ですね、結婚する前付き合ってる時にこうデートでこう食事に行くじゃないですか。そしたら主人なんかはですね、もうふうふう言いながら汗だらだらかきながらやっぱりご飯食べてるんですね。暑い暑いって、もうどこかこう走ってきましたかっていうぐらいものすごい汗かいてるんですよ。あ、すごいなって、食べることでこんな汗かけるのかなってそのところは思ってたんですが、今はかけるようになりました。それぐらいやっぱ代謝が上がってるわけですね。ただ一番あなたをその痩せるお手伝いをしてくれるのはやっぱり基礎代謝なわけです。で、この基礎代謝の一番になっているのは何だと思いますか？肝臓なんですよ。内臓なんです。内臓の中でも肝臓がもうダントツ1位なんですね。なのでその肝臓がやはりその元気になる食べ物を食べてあげる必要があります。そこでその肝臓機能を上げるためにはやっぱり良質なこのタンパク質をしっかり取ってあげることがもう非常に大事。筋肉もそうですね、体を作ってるやっぱタンパク質ですから、朝昼晩しっかりタンパク質を取ってください。で、目安は体重かける 1.2g、 女性の場合ですけれども1日かけて取る目安は体重かける 1.2g と言われてもね、そんな1日グラム測らないじゃないですか。目安はですね、この手の甲のこの大きさですね、この大きさ程度のお豆腐であったりお肉であったりお魚ですよね。失礼します。そういった量を朝昼晩召し上がっていただくと OK なんですよ。大丈夫ですか？では次行きましょう。ステップ3です。いくらですね腸を良くして代謝が上がったとしても、そのお体に悪いものがたまったままだと痩せることができないんです。そこでデトックス力、デトックスする力をアップしましょう。何かあなたの溜めてしまった悪いものを体の中から排泄する力なんです。で、そこで大事なのがやっぱりですね、肝臓になるんですよね。なぜかというと、その肝臓というのは最大のデトックス工場です、体の中の。そこで
やはりその肝臓が頑張ってくれてるわけですね。ですから先ほどお伝えした肝臓を元気にして肝臓に負担をかけない、まあ、食品添加物であったり農薬であったりですね、甘いものばっかりとかそういったのをやっぱり控えてあげることがまあ大前提で、プラスどうしてもその肝臓でそういった有害物質を分解できなかった、その余ってしまったその老廃物ですよね、有害物質をやっぱり毒素をですね出してくれるのはもう全体の 75% がもう便です、もう排便ですよね。でまた 20% が尿で出ります。ですからもうほぼほぼ全体の毒素の 95% は便と尿から排泄できるわけなんですよね。だとしたらいかがですか。やはりあなたの腸内環境良くないとこういったデトックスがまあできないわけです。でプラス尿も水分、しっかり水分を取らないとやっぱり出せないわけですよね。そこで私が取り組んでいるのはお水のダイエットです。お水ダイエット法、あの1日かけて飲む水分の私もほとんど9割がもうお水です。天然水、もう朝も起きてお水、あの仕事中ももう水筒に入っているのはもうお水で、戻ってからもお水です。で残り1割は何を飲んでるかと言いますと、あの脂肪燃焼ができる、まあ、ルイボスティーであったり、ここノンカフェインですね。でやっぱりあの緑茶も好きなので緑茶もたまに飲みます。もうこの2種類ぐらいですね、まあ、たまにノンカフェインの、 あのローズヒップティーとかのハーブ系ですねも好きです。ほとんどもお水なんですね。でなぜかと言いますと、あなたの体液を回すのにはあのお茶とかでコーヒーではダメなんですよ。お水じゃないとやっぱりその巡りがその対処することができないんですよね。お水が一番ですから、しっかりとお水を取って腸内環境を良くして代謝を上げてデトックスして、この3ステップを使ってあなたがもともと大切なですね、あのご両親、そして先祖代々のご先祖様です、その方々がいただいたやっぱ体質は変えることは、遺伝的なですね、遺伝的な要素は変えることはできない。ただ逆に言えばそれが 100% ではないんです。残りの 3,4 割はやっぱりあなたの環境的要因が左右するわけですから、ここでしっかりあなたが生まれ持ったですね、そういったその受け継いできたものからの脱却ですね、卒業するためにやっぱりこういった部分が必要なわけですから、ぜひこの3ステップを使っていただいて、今からもう今すぐからですね、簡単です、難しいことないですよ。ですから私も取り組んでます。そして、このまたその3ステップの 1,2,3 ですね、ここにまつわりもっと深掘りした動画のお話をあの別にご用意してます。ぜひこの動画をご覧なさった後にご覧ください。もっともっと詳しくお伝えしています。こちら詳細欄にあのリンクを貼っておきますので、あの腸活ダイエットであったり、ここだと肝機能を良くする、脂肪肝浄化ダイエットとかですね、そういった形であのご紹介しておりますから、ぜひこちらの動画もご覧くださいね。さあではこのお話、あなたご自身、そして大切な周りの方々のためにぜひぜひシェアしてください。そして動画のお話役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。